2008年ネーベルホルン杯月は2008年にドイツで開催されたフィギュアスケートの国際競技会である。2008年ネーベルホルン杯月はフィギュアスケート競技会ネーベルホルン杯の2008から2008年シーズン開催でドイツスケート連盟が主催し国際スケート連盟の2008-2009年シーズンイベントカレンダーに掲載された国際大会である。 シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2008年9月25日から9月28日にかけてドイツオーベルストドルフのオーベルストドルフスケートセンターにて行われた。国際スケート連盟加盟の各国統括団体ごとに男女シングルには1名ずつ、ペア、アイスダンスにはそれぞれ2組まで出場できるとされた。ただし主催する。 ドイツスケート連盟は、この制約を受けず、また、前年大会の男女シングルで1位から1 1位選手が、所属した団体は2名まで参加できるとされた。参加選手上限を男女シングルが、それぞれ20名、ペアは16組、アイスダンス15組に予定するとされていたが、実際は、男女シングルで若干多めに参加を受け付けられた。次のルールで、団体戦が企画され、 最も成績の良かったチームアメリカには、フィッツガイザー記念トロフィーが贈られた。ありがとうございます。